忘れようとしたんだ。ざまあねえな。ギャングのボスで談笑上がりの殺人鬼としたことが。よせよそんな言い方。俺は8歳の時初めて人を殺した。レイプされたんだ。恐ろしかった。恐ろしくて声も出なかった。心では助けてと叫んでるのに、うめき声一つ出てこなかった。そいつを撃ち殺した時俺は泣いた。何も感じなかったからだ。俺は自分が怖い。翔太を殺すなんて、今まで何人殺したかわからない。何も感じないんだ。何も。アッシュ、アッシュ落ち着いて。